皆さんこんばんは、森有です。手首が今日すごく柔らかいの。はい、あの今年ボディースクラブに、今年じゃないか、もう去年すっげーハマってて、ずっとスクラブしてたの。本当にずっとボディースクラブをしてたんですけど、今年はね、いっぱいこうボディースクラブ何個か買って、あのこういうミニボトルかなんかで買って、いろいろこう試そうかなと思ってたんですけど、もうなんていうの、福袋があるかなと思ってスクラブの福袋を調べてたら、ボディショップに福袋があったので買ってきました。L サイズはもう売り切れちゃって、で M サイズを買ってきたんですけど、よいしょ、はい、ザ・ボディショップの福袋を買ってきました。で、選べる福袋だったんですけど、モフモフです、洗うやつですね。ハンドクリームは、これはブリティッシュローズかな、はぁ、いい匂い。これはあれですね、めっちゃこんな感じのテクスチャーになってます。保湿力が高くて、ブリティッシュローズすごい、あの口コミでもいいので、みんな使ってる子は多いと思うんですけど、おお、めっちゃいい匂いがする。で、光沢、あの中にパールが入ってるんで、すごく光沢のある、透明感のある肌にしてくれるらしいです。すごくおすすめな匂い。あとはこれ選べるボディバターですね、シア、まあ、シアバターのシアです。とこのシアがすごい可愛い。これが可愛い。保湿が一番高い商品になってて、よいしょ、はい、こんな感じ見えるかな。これはね、匂いは男女ともに全然使える匂い。逆にこのブリティッシュローズはすごく女の子っていう、女の人って感じ、お姉さんみたいな匂いするんですけど、こっちはね、男女兼用しても全然、男の人も嫌がらない匂いかなと思います。これが4店舗限定の、ボディーソープになりますね。シャンプー、ボディーシャンプーで、シャワージェルのモリンガ、私たちこれモリンガめっちゃおすすめ。モリンガはね、なんて言うんだろうな、香水ではないんだけども、アロマみたいな匂いがする、蜂蜜みたいな感じ、蜂蜜みたい。一番わかりやすいのは、うん、蜂蜜ですね。で、バスリリーで泡立ててモコ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 、はい、つけていく感じです。で、こっちがですね、4店舗限定のマンゴーになるんですけど、マンゴーはなんだろうな、すごいね、食べたくなるような、本物のマンゴーって感じの匂いで、柑橘系なので、ね、夏にすごいリフレッシュできるかなと思って買ってきました。これが2本選べる、匂いがね選べるので、マンゴーとモリンガの匂いにしてきました。スクラブですね、スクラブがじゃん、こんな感じで大きいのが1個入ってます。アフリカンのソフトニングボディスクラブになります。これはね、私初めて使うんですよね。お塩タイプのいつもこの使ってるものが、ちょっと別途これで買ってきたんですけど、福袋はマンゴーとモリンガのシャワージェルとブリティッシュローズの香り、じゃん、すごいなこれ、はい、こんな感じになります。で、また別途買ってきたものがあって、このスクラブが、違うスクラブですね、もう一個のスクラブ買ってきました。これね、分かりますかね、オイルがタプタプしてるの分かるかな、オイルがタプタプしてるんですね。すごくしっとりとさせてくれるスクラブになってます。匂いはどっちかっていうとシアみたいな匂い、モリンガまでは強くないんですけど、そうですね、シアみたいな匂いしてますね。で、これのスクラブはお塩のスクラブなので、福袋に入ってる方が滑らかで、肌が薄いところには滑らかな方を使ってまして、かかとだったり肘とか角質を取るようなスクラブ、粗めのだったらこういうのを使
ってます。でこれが10月からの新商品なので、皆さんよかったらザ・ボディショップ行ったら見てみてください。ということでボディショップの福袋こんな感じでございました。皆さんすごいお得なので、よかったら見てみてください。今日もご視聴ありがとうございました。今年もいっぱいですね、動画皆さんに出していけたらなと思います。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。森有でした。バイバーイ。